は、カズヤの孫です。今日もよろしくお願いします。さて、今日の話はですね、今週末が F1 最終戦なんですけれども、前戦がハミルトンがコロナウイルスに感染ということで、ラッセルが代役として走って大活躍、最後惜しかったんですけれども、素晴らしい走りを見せたんですよね。で、ふと思ったんですけれども、よく考えたら、ハミルトンが今週ももし陽性のままだったら、ラッセルが走るんじゃないかと思ってですね。で、アブダビをメルセデスの車をラッセルが、ドライブするっていう風になった時に、こう前回ボッタス完全にもう予選ではギリギリ勝ってましたけれども、決勝ではもう完全にラッセルの勝ちっていう感じ の走りでしたもんね。まあ、結果的にはトラブル続きでラッセルが下でゴールしてるんですけれども、走り自体はもうラッセルの完全な勝利だと僕は思っていたので、こうアブダビでももしラッセルが走れるんだったらって思ったらちょっとワクワクしてきますよね。もう最終戦なので、こうある程度こうランキングっていうのは決まりつつあるんですけども、それでもやっぱりこう例えばコンストラクターズでも3位争いっていうのが、前回レーシングポイントが1位3位フィニッシュっていうことで大量ポイント獲得しているので、今ランキング3位に上がってるんですよね。なのでこうマクラーレンと のコンストラクターズ3位争いっていうのもありますし、こうドライバーズ争いっていうのもやっぱりチャンピオンは決まっていますけれども、2位はまだひっくり返る可能性が当然あるわけ でそんな中でこうジョージ・ラッセルがメルセデスのマシンをドライブするってなったら、またこうワクワクが一つ増えますよね。なのでこう前回の走りを見ていると素晴らしかったですもんね。こうフリー走行からしてもやっぱり素晴らしかったので、こう初めて乗るマシンであれだけ走れるわけですから、やっぱりこう速いドライバーなんですよね。だからそこでこう速いドライバーが本当に速い車を手に入れた時に、その人が若いっていう時にどんななるのかっていうのはやっぱりちょっと見てみたいですよね。そう考えるとハミルトンには申し訳ないんですけれども、もう1週間陽性でいてくれないかなっていうのもちょっとありますもんね。そういったところでこうコロナウイルスがやっぱり世界中で猛威を振るっていますけれども、そんな中で頑張っているとチャンスをつかむ人間っていうのも出てくるわけですよね。なので結果論ですけれども、こう全ていい面と悪い面っていうのがあるので、こう今を頑張っている人にチャンスがやっぱり巡ってくるのかなっていう気がするので、ラッセルもやっぱり悪いマシンの中でずっと見れずに走り続けていますもんね。そういった中でこうふとしたところで転がり込んでいたチャンスを手に入れることができるかどうか、でそのチャンスを生かせるかどうかっていうのは腐らずに頑張れているかどうかなんですよね。なので未来は分からないですし、過去は過ぎ去ったものなので変えられないので、やっぱり今を頑張るっていうのが大事だなっていうのを改めて感じたので、こうハミルトンには申し訳ないんですけれども、もう1週間お休みしてもらってラッセルにチャンスを与えてくれないかなと個人的には思っていますし、メルセデス側ももう1戦見たいんじゃないかなと思うんですよね、ラッセルの走りを。って考えると、こう仮にハミルトンなんか元気にはなってきているってネットには書いてあったんですけれども、こう仮に陰性になっていたとしても、もう1戦休む、最終戦なので本人も走りたいでしょうけれども、もうチャンピオン決まっていますから、もう1戦お休みしてもらってラッセルにチャンスをっていうのが個人的なこう考えていた希望ですよね。なのでちょっと楽しみが増えたので、今週末どうなるかわからないですけれども、ちょっとね、ラッセルがメルセデスでもう一戦走れないかなっていうのをちょっとこう祈りながらね、週末を迎えたいと思います。ということで、カズヤの孫でした。ありがとうございます。失礼します。